2020年、ロッテに移籍したばかりの沢村投手はメジャー移籍を発表。うおーおーおお、頑張れ。マジで需要あるんかこいつ。巨人かわいそう。一度きりの野球人生やし成功してほしいな。ロッテは残念だが、オワコンだったやつがいきなりメジャー。勘違いしちゃったか。沢村はメジャーだと低手余ったってマジ。年齢的にいけるんか。ロッテブチギレやろ。何しに行くんや。巨人にいたままなら潰されたままだったな。半年前は戦力外すらありえたやつがここまで大逆転できるのはすごい。いけるやん。地域チームでもなんでもないがなぜだか幸せになってほしい選手だ。一年後クビになってまた巨人に出戻りしそう。中継ぎなら成功できそう。性格的にもピッチングスタイルも通用するとは思えん。こんなことあるんやね。所属してる環境って大事やな。フォークボーラーなら通用するという風潮をぶっ壊してほしい。スプリッターはいけるでという風潮を真に受けたのがどしこい。やめといた方がええで。ロッテがあんたの居場所やと思うで。ロッテとの契約どうなってんだよ。ロッテに2億ちょい払う気があるなら残るんちゃう。リリーフやったら多くの選手が2年くらいは通用するやろ。中継ぎならマジでどうなるかわからんからな。日本での成績とか当てにならないパターンもざら。中継ぎならいくら追っても構わんからどっかは取るやろな。頑張れよ。 MLB だと沢村のストレートは内頃間違いなくボコられる。こいつのメジャー志向は昔からやし、知らんかったならロッテがアホなんじゃないですかね。ハンカチ世代は全員メジャーリーガーになれ。沢村ってハンカチ世代やったのか、もっと若いと思ってたわ。巨人これ沢村にメジャーからオファー来てて沢村乗り気なの知ってたやろ。いけるならいけるうちに言っといた方がええわ。いけるなら挑戦してええんちゃう。個人的には日本でダラダラ記録伸ばして満足してるやつより応援するわ。スプリットがすごいので活躍したらロッテのおかげやで。頑張れ。ロッテかわいそ。よかおめ。ガチやん、さすが読売汚い。ガチなのに勢いなくて草。なぜ巨人であかんかったやつがよりによってボストンを選んでしまったんや。まともに考えたら打たれそうか。沢村ですら決まるのに菅野ってどんだけ金もらおうと思ってたんやろ。よかおめ、巨人はでかい面できないね。巨人三軍経験者で初のメジャーリーガーやんけ。沢村がうまくいくわけないから別にね。お、沢村決まったんかよかおめ。レッドソックスにも怖い OB いないから安心やろ。外人が苦手な変化球が少ない。お前直球しか投げねえじゃん。上原と比較されてまうんか。メジャーの滑るボールでコントロールできるんかな。腰掛けで使われたのほんとかわいそう。ロッテさん、もともと巨人以外ならメジャーって言ってたしな。有言実行だわ。これがロッテの正しい使い方や。沢村ってロッテに愛着とかないのかよ。つうかさ、メジャーと契約できるレベルの投資放出ってどうなんよ。ぶっちゃけ通用する未来が思い浮かばんがやるからには応援するで。ええ話やけど濃厚すぎて通用しなさそう。自慢の球速もメジャーだと大したことないし。日本戻るときはどこの球団にするんやろ、巨人。逆に菅野が残ってトレードに出した沢村がメジャーは、巨人ガッツポーズしてそう。メジャーのボールは滑るからまたスタンドへの大暴投あるで。巨人抜けてから生き生きしてて好き。勝つ気活躍してくれれば言うことなしやけどどうなるか。沢村はメジャー行くための実績作れたし、ロッテは2位慣れたし巨人は厄介払いできた。このトレード誰も損してないやん。ロッテも2位慣れたしええやろ。ロッテファンに生き返らせてもらったのにすごいな。ロッテは何も悪くねえよ。数年後日本に戻ってきたらロッテに入りそう。沢村のおかげで小野が覚醒したから感謝しかないで。ロッテは背番号14が正義みたいな感じやったけど、年俸は何億積んでたんやろ。スプリットあるし1年は活躍しそうやな。メジャーは外のゾーン広いから向いてるかもね。頑張ってほしいわね。ロッテさんのメジャーリーガーや。ロッテで活躍したからメジャーに認められたのは確実やけど、やっぱり150キロ超えのフォークが魅力やったんよな。巨人で潰れかけ取ったサッパがメジャーリーガーになるんか。頑張ったやんな。ロッテをいい踏み台にしたな。1年目は割といけるんちゃうか。ロッテの沢村は夢のメジャーリーグにまで上り詰めたな。ロッテファン、沢村頑張れ、応援してるぞ。ええやん。メジャー志向やったしな、いい球団に入ったんちゃう。